はい、皆さんこんばんは。今日は石秀こと池端秀幸です。はい、それと今日のゲストはですね、岡野邦子さんです。今日によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあね、本当にね、あっという間の1週間でした。今日本当にラストデーですよ。 J1 ウィークラストの日、ね、ラストの日です。もうさっきからね、でもね、このラストやからものすごくこうプレッシャーかかってね、もう粗相のないようにしようと思って、いろんなこの動画をいろいろとさっきからね再生したりいろいろやっててね、まあ、本当にあのドキドキハラハラしながら見ていただきながら、しかもでもですよ、でもね、でも今日のクーニンの話はですね、本当にすごくあの、まあ、メイクの中でも、まあ、コスメティックなメイクのイメージもありますけども、実は、メンタルケアとかメディカルケアになる、本当にねすごいあの心にメイクをするっていうね、そういう本当の、 あの本当のメイクって言ったらあれですけど、すごく奥の深いメイクの技術を今日は教えていただきます。でその動画もですね、わざわざこの配信のためにJ1 ウィークのためにあの作っていただいたと、作っていただいたのはいいんですけど、作ったんですがちょっと重すぎたみたいですね。ものすごく重たいデータで、さすがですねっていうぐらいのデータが来ましてですね、それをなんとか、いやいやそんなことないです、よりいいんですけどね。はい、そんなことで、まずあのクーニンからちょっとご紹介とですね、今日はどんなあの、まあまあ、このカバーメイクって言っても一般の方にちょっと馴染みがないか分かりませんので、そこら辺ちょっとご紹介をしてあげてほしいなと思います。そうですね、カバーメイクっていうと、まあ、あの検索したりするとカバーメイクっていうと車のカバーの方のメイクのあの、その方に行ってしまったりするようなこともあるんですけれども、カバーも種類いろいろあると思うんですね、うんうん、皆さんが普段、私もそうですけれども、私もたくさん海行ったのでだいぶあのシミもあるんですけれども、シミを隠したりとかくすみを隠したいとか、今結構ちょっと乾パンになってくるような方っていうのも結構いらっしゃるみたいで、うんうんうん、それも50、60代でも結構いらっしゃったりする、まあ、あのそうなると、いつものファンデーションをその同じように重ねてもそこがカバーできないんですよね。なのでそういうことで困った時にお越しになるんですけれども、まあ、あのご自分の普段使っているものよりはちょっとダークなものになっていくのと、あの普段なさっている部分よりもちょっとこう少し気持ちトーンを落としたファンデーションを全体にのせてみるとか、あのオレンジ系であったりとかブラウン系のちょっと混ざったものを今日あのまた、サンプルみたいな表が出てきますけれども、そういうもので白っぽいものでついつい同じものをトントンと重ねて隠れるようなものであればいいんですけれども、やっぱり、このもう日差しがねガンガンに強くなってきましたよね。私もちょっと出ただけでもうぐっと浮いてきましたから、やはりそういう時は、その色にちょっと近づく色を重ね塗りをするというのが普通のシミの場合でしたら、うんうん、あの可能かとは思うんですけれどもね、まあ、ヒデさんなんかもあのプロフェッショナルですからね。いえ、ありがとうございます。いや、でも本当にそうですね、シミとか、まあ、僕はその仕事からやっぱりこうシミを隠すとか、こうクマを隠すとか、まあ、そういうのはよく言われますけども、まあ、僕自身もちょっとあの最近では今年もそうだけど、低温やけどとかね、あのやってしまったりすると、まあ、僕の場合、男で足の見えないところだったらいいけど、やっぱどうしても手とか見えるところでね、やっぱ半年、5ヶ月ぐらいかかったかな、やっぱり。完全にね、そのな、うん、なんかなるまでね。うん、その間だけでも、こうなんかこうカバーするとかっていうことも、うん、まああると思うし、まあいろんな方々にね、もしそういう お悩みがある方にね、ちょっとこういうテクニックを知っておくだけでもね、すごくいいかなと、うん、はい、思いますんでね、ぜひ最後まで見てください。はい、今日は最終章ということなので、最後にですね、このカバーメイクが終わった後に7日間ずっとこう、他のね理事の方々がいろんなその情報を提供していただきました。それをですね、総集編ということでちょっとまた動画でまとめてますんで、それもね最後に見ていただいてね、もう本当に J1 ウィーク、 J1 って何かということをね、まだご存知のない方もいらっしゃいますんで、まあもう一度念を押しておきますと、このジャパンメイクアップアーティストネットワークといいまして、メーカーの垣根を越えたメイクアップアーティストの集団でございます。もうかれこれ20何年の歴史がありまして、はい、で5月9日っていうのがメイクの日というふうにしてましてですね、その全国で、まあ、それこそメイクの日を祭典としていろんなキャンペーンをしていく、でコロナ禍の中でもこういうオンラインで何かやろうということで、今回始まったのが J1 ウィークということで、ライブ配信をしようじゃないかということになりましたね。はい、ね、
はい、でその最後のトリが、ね、トリが栗ですからもう。いやすごい責任重大でのなんかバクバクしてるのとちょっと動画がやっぱりっていうのが初めてのあの そ, う、ね、そういう動画制作したのでね、はい、ちょっとねドキドキです。あ、まあ、いいですよ。あの多めに見てやってください。村上さん、ね、大丈夫大丈夫。そんで言いながら僕とねあのクーニーはねニューヨークでね同じホテルで共にしたね仲間なんですよ。これねエアブラシっていうね研修会があってね。テンプ2の研修会行った時に ね、もうそういうふうにして本当にねあのメイクアーティストの仲間としてね男女関係なしに本当にあの すごくねいい思い出になっていい勉強させてもらいましたんでね、はい、まあ今日も緊張せずいきましょう。もうコメントも早速たくさんいただいております。はい、はい、なっちゃんこんばんはということでね、はい、こんばんはです。はい、まさらさんこんばんは、いつまでといます。はい、どうも。はい、あ、ジェマメイクアップ協会の皆様、研究会の皆様、はい、ありがとうございます。ドキドキだわ。はい、頑張ってた、テリコ先生まで。ありがとうございます。はい、ね、まあ、本当にこう今回最終回ですのでね、なんとか、うん、はい、電波の調子もいいように祈るばかりでございますが、はい、もうそれでは早速ですね、コニーお願いします。担当の方でね、いろいろとカバーメイクのことを解説をお願いいたします。これからね、メイクアップコーディネーターの岡野邦子です。今回はカバーメイクの施術についてご案内いたします。カバーメイクとは顔、体にシミ、あざ、白斑、ニキビ跡、アトピーなど皮膚変色やタトゥー、または傷跡、手術痕、やけどなどの跡を目立たせないカバーを行います。これらは精神的負担を軽減し日常生活の支援をさせていただく方法です。施術もカモフラージュメイク、メディカルメイク、リハビリメイク、化粧療法など様々な呼び方がありますが、使用する製品や技術は様々です。はい、セルフで行うにはクリームタイプのファンデーションを指で行うのが手軽です。カバー面積が広めの時は時間短縮でエアブラシ活用がおすすめです。アトリエクーニーズでは主にメディカルメイクアップファンデーションのグラファとエアブラシテンプ2のファンデーションを使いカバーメイクをしております。メイクベース、ファンデーション3個ぐらい、スパチュラ、パウダー、パフ、ブラシ、水スプレーを使用します。白斑カバー、腕に白斑のある方のカバーを行います。お顔の手順もこれと同じです。はい、お肌を少し整えるのに化粧水使います。はい、少し広い範囲につけてあげるといいと思います。保湿もね、はい、枯れますのでね、メイクベースを乗せたいと思います。メイクベースはやはりお顔と同じようにね、自分の手の甲にとって、そして乗せていきます。少し広い範囲に全体的になじむように、ムラのないように指先でこうつけるのではなくて全体でこう大きくつけてあげてください。そうですね、ムラがね、たまる部分がないようにね、出しましょう、はい、残ったものは自分の手の甲で少し乗せていただいて、ここにファンデーションを乗せていく形になります。お肌に色素がないところなので少し濃いめのファンデーションを置いていきます。ですのでこのぐらいのものを少しスパチュラで取っていき、手の甲に乗せます。白斑の場合はね、少し濃いめの色になりますね。取りましたらこれをくるくるとここで練っていきます。くるくるよく練ることで
つきもつやも伸びも良くなります。これは必需品、絶対やってみてくださいね。必ずでないと重くなっていくとつきも悪い、固まってついてしまうので、そうですね、厚塗りになる原因になります。ここでぐる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 ってつるっと滑りが良くなるところまで少し練っているとスルッと滑る感じがするようになりますので、そこのところでいいかなという感覚に練ってみていただきます。はい、それぐらいかな。あ、滑りましたね。で、これをそのまま乗せてしまうと厚塗りになるので、ここで少し拭っていただきます。そしてそれを乗せていきます。指で薄く乗せていくのでもいいですし、もっと薄く乗せたいなと思う部分に関しては、スポンジを使っていくと効果的だと思います。最初に薄塗りにしましたいので、スポンジで少し取っていきます。何もついていないところは取ってしまいますし、しっかりついているところはつく形になります。境目のところはね、ちょっと薄めにのせましょう。ここのシワの出るところはね、あまりにも、重ねすぎてもシワになってしまうので気をつけながら、くる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 、基礎のないところにはちょっと多めに乗せていきましょう。で、境目のところは少し加減をしながら乗せていかれるといいと思います。ただあまり薄くても下から白い感覚のものがね、また浮き上がってきてしまうので、重ねて伸ばして引っ張ってということの繰り返しをしていってください。少しね、動きがちょっと不自然ではありますが、ごめんなさい、ちょっと重いせいでスムーズな動きになってないんですけれども、これは中に面でつけたいものは中指でしっかり乗せていって、ぼかしたいところは他の指で撫でていくとか伸ばしていくなりしてくださいね。少しこの濃いところの差があるところには少し赤いものを乗せていきます。やはり一色ではね、一番大変かっていうのは、この色目にどの色を乗せていったら一番いいんだろうかというのが一番迷うところだと思います。で、少し色素がないところには黒いものを乗せていき、ダークな色味のものを乗せていき、で、境目をご自分の色であるものを少し選びながら乗せてカバーをしていくという、肌の見る加減というのも、もともとの持ってらっしゃる肌の色が白っぽい肌の人、黄みをちょっとある方の人、日焼けしてるような肌の人、またちょっとブラウンというんですか、その人の持っている肌の色を意識して、どのぐらいの色かなということを考えながら乗せていっていただければと思います。トントンくるくる、トントンくるくるということの重ねとぼかしで進めてください。あとは
あまりにもボテッとならないように薄付きで少し、特に関節の部分などは意識しながら乗せてっていただければいいと思います。人から浮いてくるかなというところは少し強めに浮いていってください。はい、そうしましたら今度肌色に近い、この肌に近い色を乗せていきたいと思います。ご自分のね、色を探すのもポイントだと思います。これもやはりここでくる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 伸ばしてください。あと境目と全体に、お肌の色をこのダークな色の上に重ねていきます。で、少し広い面積はスポンジであったりそういうものを使うと割合均等にいきやすいですし、細かいところはね、指であったり狭いところはブラシで折っていっていただいてもいいかと思います。はい、ごめんなさい、ちょっとこちらに。なんでご自分でね、目に見えるとか手の届くところまではセルフでこのようにしていただくことができると思います。ただね、手の届かないところはね、やはり厳しいですけれども、お顔のシミであったりとかもこれで軽くカバーすることができますし、クリームタイプですからね、取れにくいですし、色もしっかり出やすいと思います。と、周りは少しなじませるようにね、していただければと思います。だいたいこんな感じで、はい、ここから大切なパウダーをのせていきたいと思います。パフもこのキメの細かなサラサラしているキモードいんですが、毛羽立ちのあるようなパフの方がお粉がつきやすいと思います。ここでしっかりお粉をのせていきます。はい、これをいきますね。はい、出します。強くは抑えないんですけれども、ちゃんと置いてくる感じで埋めていってください。ね、お顔のメイクの時もね、パウダーって大切ですね。ムラのないように。はい、そしてここで3分、カップ麺ではないですけど3分待ちましょう。3分しっかり出しますと1日これがしっかりキープできるので、ここを大きなブラシで洗っていただくなり、こちら側のパフのついていない部分、お粉のついていないところで軽くこう払っていくのでも大丈夫です。でも私は手早く軽くブラシで、大きなブラシで、はい、洗っていただいたら、ここで美容液とか化粧水とかをつけるとマット感が全くなくなります。それはね、お水でもよろしいですよ。シオフします。はい、これで出来上がりです。ここで軽く押さえています。タオルでね、押さえてみるとどんなかなっていうのが分かると思います。タオルもほとんど汚すことがありません、ね。はい、
あまりつきませんね。この後はほとんどお洋服汚すこともありませんし、シャワーを浴びることもできます。ただ、きれいに落としたいときはクレンジングで速やかに落とすことができますので、きれいな状態もまたこのまま保てます。手術前とね、手術後ちょっと比較していただければ、あのカバーしているかなっていうのは、あの分かっていただけるかなと思うんですけれども、やっぱり色味が少し難しいかなっていうので、ここでちょっと、ポイントについて少し書いてあります。色味も含めて重ねるぼかす、そして、ここの、ファンデーションの色とは同じものではないんですけれども、カラーチャートでどの辺ぐらいまでの色味のものというのをちょっと認識されるといいかな。で、今回の白斑、色素のない場合と色素のある場合とでは、使う色味が基本的に変わってきます。で、今回はあのメディカルメイクアップアソシエーションのファンデーションを使いましたので、こちらの方でまた、調べていただくと分かると思います。はい、お疲れ様でした。ちょっとね、やっぱりどうしても重くて申し訳ないです。動きが少しスムーズには見えてこなかったので。そうですね、どうしてもね、このね、この生ライブ配信でデータのやり取りしてるんでねまあでも途中で止まらなくてよかったです。あ、そうです、ね、これはね、 YouTube の限定公開をずっとしてましたんでね、これ公開でね、また復習で見ていただけるようなことをできるようにしときたいなと思いますのでね、ぜひぜひ、またお願いいたします。はい。あ、綺麗ですね、ということで、はい。ありがとうございます。すみません。なんかポイント、他何か補足することがあれば、次の動画の前に僕、今ちょっと準備しておきますんで、はい。から、はい。やはり、色選びっていうのがね、皆さん一番難しいんだと思うんですね。普通の時のコンシーラーの探し方も皆さんいろいろ迷われると思うんですけれども、やっぱり本来自分の持っている色が もしイエベなのかブルベなのか分かっていると、それも一つ の色探しをするため 手軽というか身近に感じられる色選びかもしれないかなと思います。で、やはり先ほどご覧になっていただくと分かるように、色素がないところに乗せるのってかなり濃い色を乗せるんですよね。でないとどうしても下からグッとの同じ色を乗せてしまう、普段の自分の色と同じようなものを乗せてしまうと、下から白いものがふーっとやっぱり浮き上がってきてしまうので、それをちょっと抑え込むような形になるのでね。で、まあ、それと逆に、ね、普通のシミであったりとかそういうものの場合は、やはり自分のある意味ではそのちょっとトーンを少しワントーン落として乗せていくというのも一つの手段だと思うので、ちょっといろいろ工夫なさってみたらいいかなと思います。はい、うん、はい、はい、いいですか、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあ今はその何はい、カバーの方をされたんですけど、はいはい、今度そのエアブラシの使い方とかっていうことでやる。はいはい、エアブラシで、タトゥーをカバーするという施術をするんですけれども、まあ、エアブラシの場合は、他にもヘアの方で自分の、私なんかもそうですけど、ちょんちょんって白くなってくると、そこをスッと乗せることもできるし、その辺はヒデさんもご存知だと思うんですけれども、ちょっと気になるところだけを薄くカバーするということはね、すごく手軽にはできるんですけれども、それプラス、ご自分のお顔をね、スッとなさるときっていうのは結構、薄く、軽やかにできるので、それも普段ではお使いになれると思います。で、今回の場合は、タトゥーカバーっていう、結構は、しっかり色が入っているものに対しての、対応なんですけれども、ご自分の手とかなんかであるならエアブラシできますけど、今回ちょっとお背中の方なのでね、そこはちょっと自分、ご自分ではしにくいというか、できない。っていう部分になるので、そこを今いろんなエアブラシをテクニックでいろんなさってらっしゃる方もいらっしゃるので、ぜひちょっと参考にしていただければと思います。はい、で、基本色っていうのがあるんですけれども、その基本色も、タトゥーが持っている色味がどういうものも入っているかという目利きがちょっと少しずつ必要になってくると思います。ただ、今回の場合は、その、基本色を乗せてはちょっと
より難しい、なんていうんですか、色味が強く出てしまう方だったので、その基本色はちょっと載せてないんですけれども、その場合は先ほどと同じように、シミの場合と同じように、本人の肌の色よりはちょっと濃いめの色で先に載せていって、カバーしていって、その後本人の肌の色に近いものを載せていくという方法になる、うん、はい、やり方をしております、うん、コメントでも書いていただいてます。はい、ちょっと待ってくださいね。コメント書いてないですかね。そうですか。はい、入ってないですか。あれ、はい、かなり濃い色を使われてたので驚きましたってね、いただいてます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、その早速、その動画の方も行きましょうかね。そしたらね。エアブラシの方ですね。はい。はい、タトゥーカバーの方お願いします、はい。エアブラシメイクの特徴です。コンプレッサーからのエアを利用して、薄付きのファンデーションをお顔にまとうことで、陶器のような肌を引き上げます。またカバーだけではなくて、特殊メイクやビューティーメイクにもエアブラシは活躍しております。またいろいろなメーカーで、性質の違うファンデーション、例えばアルコールベースであったり、シリコンオイルベースであったり、ウォーターベースなど、いろいろなものが使われております。まあ、それらはいろいろな特徴もありますし、用途によって使い分ける必要があると思います。これらはやはり肌につけるものですから、アレルギー等の注意も必要だと思います。今回は一般的なビューティーメイクやカバーメイクで使われる施術方法で進めていきます。タトゥーカバーにアルコールベースのファンデーションを使用します。カバー力が強く、持ちも良いのでカバーには向いてると思います。道具について、小型のコンプレッサー、ハンドピース、ファンデーション、パウダーは必需品です。ハンドピースはダブルアクションをおすすめです。ダブルアクションはレバーを押すとエアーが出てきて、押しながら引くとファンデーションが出てきます。レバーの押し具合で圧力調整ができ、細かな圧力調整はレギュレーターで行います。小型のコンプレッサーでは 0.1 から 0.5 ミリの口径のものが多く使用されているようですが、今回は 0.35 ミリのものを使用しました。ハンドピースの基本の扱い方、はじめに捨て引きをする、レバーを押し、エアを出しながら吹きつける面に向かう、吹きつけ面にレバーを引き、ファンデーションを引き出す。吹きつけ中は手を止めず、回転またはスイングさせながらファンデーションをムラなくのせていきます。アルコールファンデーションはアルコールと油、皮脂も含めますに弱いので注意しましょう。また落としたい時にはクレンジングのオイルで速やかに落とすことができます。薄毛の処理をしていただいた後、アルコールベースですので、アルコールで油分とか、そういういらないものを少し取り除いておきます。はい、その後、調整色で、普段のせるんですけれども、彼女の場合、調整色をのせると、よりその赤みが出てしまうので、今回は肌の色よりはちょっと赤めの調整色に近い色を上からのせていきたいと思います。エアブラシ使うときには捨て拭きのように拭きます。確認ですね。押してエアが出ます。引いてファンデーションが出ます。それを戻すとエアだけです。押して引きます。そしてここに出ます。その繰り返しになりますので、最初にここで風を吹いておいて、そのまま色持っていき、そこでファンデーションをのせていきます。時にくるくると回す、もしくはその欲しいところに置きながらも伸ばすなり、スイングするなり、丸く吹きつけるなりの工夫があった方が綺麗に乗せられると思います。
まず先にね、メディカルと同じで、軽めに色を少し乗せて。これに対して直角にエアブラシを持ってくるというふうな動きが必要とされます。はい、軽くここで下でカバーができました。この上から、この同じ色をちょっと強めに乗せてカバーしていきます。一度薄めで乗せてますね。そこからもう一度カバーしていきますね。そうしますと、一度にいっぺん乗せてしまうと厚塗りになってしまってバギバギっていう感じになってしまうので、薄いのを重ねていくというのが、お顔の場合も、メディカルの場合も同じだと思います。ここでかなり、その下のタトゥーの、はい、この上からもう一度同じ色を乗せていきます。エアーだけ押します。エアーだけ。そこから引くとファンデーションが出てきます。この状態でここに吹き付けていきます。エアー出したままでずっとこちらへ持ってきて重ねます。一箇所ずつこう攻めていく感じですね。で、全体行き渡ったらまたという感じになると思います。で、彼女の場合はやはりお背中の、もともとちょっと黄みがかってて、腕の方は、かなり焼かれる人なんですね。海に行って焼かれる方なので、どうしても色味が少し赤みになっていくという、そういう部分でのカバーの仕方っていうのは結構、大変かなっていうのはあるんですけども、あと左右をこう上手にグラデーション、お肌の本人のお肌に近い色をグラデーションで最後に乗せていくような。力を強くして吹き付けるとたくさん出るので、早くカバーはできるんですけれども、厚塗りになりやすいので、できるだけ薄いものを重ねていって厚塗り感をなくしたいと思います。タトゥーの場合はどうしても針で入っているので凹凸が出てしまうんですね。それの凹凸のカバーはやはりできない。色の部分はカバーできるんですけど、凹凸の部分はライティングによって結構浮いてきてしまうので、角度によってとか、そういうものでね、色味の、ちょっと影が出てしまって気になる場合もあるかと思います。まあ、まともに照明がポーンと当たってる場合は、気にはならないんですけれども、角度がこう変わってくると、少しその浮き上がった部分の影が見えてしまうということはあります。なんかこの時は寡黙に黙々とやっておりますね。色はこのようにどんどんカバーできるんですけれどもね。立体感はやはり完璧には隠れるということは言えないですね。ですからこの後ボディジュエリーとかそういうものでグリッターを乗せて、柄を乗せるとカバーできましたね。分かりにくい。あとはご本人の肌の色に合わせてここをグラデーションにかけていきたいと思います。はい、この上からお肌の近い色を乗せていってカバーしていきます。この辺がグラデーションで自然になるように吹いていきたいと思います。はい、まず先にエアーを出します。ここから引いて色を出していきます。はい、そのままいきます。で、タトゥーカバーの場合は、特に、エアーを吹き付けていくと、産毛があった場合は、産毛についてしまって、地肌に、ファンデーションが届かなくなるという現象が起きてくると、その産毛に、一旦こう、普通に見た場合は全然産毛あるように見えないんですけれども、まあ、人間ですから、動物ですから、少しあるものに、ついていくと、地肌につかず、ましたら、こちらの色に少し、きますと、ご自分の肌より色味が少しかかっているので、こちら側の反対側も少し乗せておくようにします。右と左のバランスを若干取っていきたいと思います。
そうですね。左だけこう色が右と違うというのは、あの不自然になるので、反対も軽くかけるということはします。ですので、先ほど言った産毛の毛処理というのは、事前にやはり処理しておいていただいて、そうしませんと、綺麗な感じが少しこう凹凸がね、わかりますけれども、色はカバーできていると思います。はい、この上からパウダーで押さえていきたいと思います。いきなりブラシでドンと乗せるよりは、少し飛ばしながら乗せていく方が自然になります。ここでドンと乗せてしまうとそこが白くなってしまうので気をつけましょう。今回アルコールベースを使ってますので乾きは早いです。もうこの時点でつくことはほとんどないんですけれども、やはりそこで、しっかりパウダーでコーティングするというでしょうか、そういうしっかり抑え込むということを、広い範囲に乗せるように、一箇所にたくさんではなくて、広い範囲に乗せるようにしてください。このパウダーもね、粒子がとても細かいのでね、仕上がり感がフィットするという感じになると思います。昨日、あきこさんがね、フォーエバーを使ってましたけど、私、ここの時に使うのも、フォーエバーのハイデフのパウダーを使うことはよく使います。仕上がりがこんな感じで、色は分からなくなってくるというものと思います。はい。すべて終わり、パウダーもかけ終わった後はタオルで軽くこう押さえていますね。ほとんどタオルに移ることはありません。強いものでこう擦れると若干の落ちはございますけれども、これだけでする分にはつくことはありません。ストラップで擦ると難しいですね。使用前と使用後になりますね。ちょっとお試しで半分施術したものを取ってみると、これだけの、カバー力は見えます。色についてもやはり先ほどメディカルと同じ、工程になると思うんですけど、ポイントはそこです。色選びというのが一番重要なポイントになってくると思います。はい、こんななかなか動きがスムーズじゃなくて申し訳ございませんはい、お疲れ様でした。うまく分かっていただけると嬉しいんですが、いやもう本当にすごく隠れてましたね。もうあんだけ濃いタトゥーはなかなかねそう、でも多いですよ、ああいう方が、もっと広い方もいい、背中いっぱいの方もいらっしゃるの で、 そうですね。はい、いや勉強になりました。ほんですごく懐かしい、エアブラシのね使い方ずっと懐かしいなとずっと見せたんですけど、ね、どうですか皆さん、なんかほら特殊なエアブラシなくてもなんかファンデーションのこうエアのああいうのも発売のされたことありましたもんね。ありますね。テルコ先生のね、ファンデーションも、うんうん、エアブラシのファンデーションも出てますので、私は、J1 大賞の参加した時には、テルコ先生の、はい、エアブラシを使わせていただきました。あ、そうなんだ。はい。はい。まあね、今ちょっと2つ動画を見ていただいたんですけども、どうでしょうかね、見ていただいている方で何かね、ご質問とかあればね、ぜひぜひ、クニコさんにね、お伝えしてください。今、井口さんがかなり濃い色を使われてたので驚きましたって先ほどね、はい、コメントいただいてました。はい、これそうですね。やっぱりシミの時もだから皆さんね、白いのをまず乗っけたりして、余計白浮きになったりしますもんね。そうですね。だから、白斑とは全く反対ですよね。うんうん、色素がある
ところをカバーする場合と、うん、色素がないところを今日はあのカバーする場担当させていただいたんですけれども、うんうん、やはりあのシミの時も色素がある場合も下から浮いてきてしまっては意味がないのでという、ねうん、色選びですよね。だからその、うん、シミと同じ色をのせちゃうと顔真っ黒になってしまうので、そこのところがあの加減が、ご自分の普段の部分の色よりも、それとも私もさっき言いましたワントーンちょっとその時期は落とされるという色、ファンデーションの色をワントーン落とし、なおかつそこに乗せていく方があのちょっと目立ちにくくなるかな、でもそれすると真っ黒になっちゃうわよっていう人がいらっしゃると、それはちょっとねあの問題だとは思うんですけれども、ちょっとだけ、うん、あの私もこの時期は、ワントーン落とすんですね。そうするとあのちょっと分かりにくくなったところでもう一回あの色を乗せていく、ちょっとダークな色を乗せながら渋あの自然な色をまたもう一回上に乗せるということをするようにしてます。これリキッドファンデーションでも私は同じようにしてますけれどもね。うん、はい、なるほどね、うんうん、あとはね皆さんいろんなあのもう皆さんの方はみんなプロフェッショナル今週ウィークでやってらっしゃるんであれですけど、方法がここにいっぱいあると思うし、コンシーラーを使う方もいらっしゃるし、あのね、オレンジ系を使われる方もいらっしゃるし、あの、メイクアップの、ね、やり方一つではないと思うんですけど、まあ、今回あのこのカバーメイクはあの前々回ですか、福島さんのオファーがあって、うんうん、じゃあさせていただこうかしらという形でねさせていただいたんですけれども、うん、何かあのそうお困りの方にはね、ぜひぜひあのこういうものがあるというのを知っていただいて、うん、でそれにあの気軽にこう、まあ、オンラインでも今いくつもありますし、うちもやってますけれども、そういうところで一度飛び込んでいただいて、であの気持ちがもしそういうことで軽くなるようでしたら、もうそれはあのすごい暮らし方というか生き方が変わるかなっていう、うん、今うちのところのねあのいろんなお客様もそうですし、学生さんなんかでもいらっしゃいますのでね、ぜひぜひなんかそういうもので自信を持って外に歩いていけるような買っていただけるもの一つになると嬉しいなと思います。そうですよね、もうとにかくそのメイクの今言われたようにあのメイクの力によって本当にあの人の心も癒されたり、いろんなところでね、あのまあ、それこそ今回のコンテストはパワーオブメイクアップということでしたけどもね、うん、ね、あの本当に悩んでる方もいらっしゃるし、常にこのお化粧というのはこの顔にするんじゃないんだよって、やっぱり心に触れる、心に化粧するんだよっていうねお話をよく皆さんしますけども、本当にその通りやなと思いますし、まあ今日のコニコさんの動画を見てて、あ、こうやってあのすごくこう科目にずっと隠す作業をしながらそしてね、あの一人のお客様がこのちょっとこうなんか何やろあの、ね、これ隠れたら嬉しいのにみたいなね、結婚式とかブライダルにする時なんか特にねやっぱり思われる方もいらっしゃるみたいですし ね、 今日はねあのモデルさんはもうあのうちのお客様なので、あの、うん、もうリピートのもう十何年のお付き合いの方たちばかりなので、私もあのお話ししながらも彼女らもモデルっていうようにずっとじっとしてあの雑談が何もないままね、あのカバーだけにあの勤しんでましたけれどもね、やはりとそこでどうなの、お子さん大きくなったの、どうしたのとかね、ここどうしてあのあれなのかしらとかっていろんなあの質疑応答があったりとか、今こういうの使ってるんだけどとかっていうので、そこでやっぱりあのあそうなんだだったらねっていうような形でね、あのやはりここ気持ちも軽くしていってなっていただいてお帰りいただけるのが一番かなと思うんですけれどね、そうするとねやはりあのより一層楽しく生きていっていただけるかなと思います。自分も楽しいですけどね、嬉しいですけどね、うんうん、私も嬉しくあの仕事させていただけるので、まあ、いろんなケースもございますけれども、ぜひぜひ何かあれば、ね、うん、トライしていただきたいだと思います ね、 ですね。で本当にこうあのそういう今言われたことをの情報を知り得ない方もやっぱりいらっしゃる、そのためにもこういうジェイマンウィークということでこういうライブ配信をして、いろんなメイクには技術があったりとか、いろんなこう分野があるというね、それこそ今回はもうメンタルケア、メディカルケアという、そういう分野に入るメイクアップの、まあ、テクニックであったりするわけでしたからね、すごくいい情報、はい、ありがとうございました。いや、こちらこそなんか申し訳ありません、はい、動画がスムーズにいけないような状態。いやめちゃくちゃ良かったです。もう最初リハーサルの時はもうそれどころでなかった。止まってしまって、そうそうそう、もう
どうしよう、クリスばっかりや、これ超今日は無理ですよねみたいなぐらいでしたもんね。申し訳ございません。いやいや、ありがとう、こちらこそありがとうございました。井口さん、人に寄り添うお仕事ですねということで、井口さんその通りですよ、本当に。ありがとうございます。はい、まあでもなんかほっとしました、あの動画が流れて、うん、もう止まっ、いつ止まるかしらと思いながらドキドキしてました。ありがとうございます。皆さんドキドキしてませんでした？この動画をこう見せたいな、動画って見せたかったんですけどね。見せれてよかった。はい、はい、まあ、こんなあのちょっとジョークも言えるようになりました。ちょっと余裕で。いや、ほんまにヒヤヒヤしましたけどよかったですね。はい、ということで、まあ1週間こうやってやってまいりましたけどもね、あのもちろんその小子さんもずっと1週間月曜日からずっとね、月曜日も出ていただいて、見られてましたけど、どうですかこの1週間の感想。まあ今見ていただいている方の中にも、あの、仲間の理事の方も見ていただいていると思うんですけどね、あの、照子先生も見ていらっしゃるし、そうですね、この1週間、はい、どんな感じでした？なんかね、すごく充実していて、同じあのね、理事のメンバーでお顔を合わせていても、え、そうなのっていう、あの、あ、そこういう細かいこういうお仕事とか、そこのエリアまでお仕事してらっしゃるのねとかっていうのを知り得ない部分も結構あったりして、それと常にも最先端最先端を皆さん行きながら、しかも実際それを 使っていただいて活用して、あのより良いものを、あの提供してくださってるというね、そのすごい前向きな姿勢はね、もうあって昨日も、あっこさんのところフォーエバー即注文したらソールドアウトがいっぱいありました。そうなりますよね、本当に。僕もね、あのずっと、まあ、あの先月ながらこう一応あのなんか書いていただいて、スペシャルナビゲーターとか書いていただいてましたけどね。まあ、ナビゲーターってあのかっこよく言ってますけど、結構ね自分もねこれ見ながらですね、あの、うん、勉強させていただいてね、動画をこう作ってアップするときに、ああ、そうか、こういうところがこんなのやって、本当にね、僕自身もね、あの、まだまだ知らないこといっぱいあってね、勉強になりましたしね。そうですね。はい、ありがたかったと思います。もうこれ、ね、コンさんとこのね、フォトグラファーの方の、うんうん、あのね、アッシャー進化さんのお話もすごくために、あの、ね、いろんな情報を得ましたし、ね、うんうん、石黒さんは現場のリアルないろんなメーカーのね、最新先端のお話もいただけたし、でね、東子さんは東子さんのもう印象分析バッチリのベースですし、そう、あとね、福島さんはもう今回はこのオファーをいただいた福島さん、私も一応検定員なんですけれども、そうかと、もう一度心を新たに引き締める思いで、あの、見させていただいたし、あきこさんは昨日また楽しくいろんな新製品を購入させていただきました。とても充実したお肉で、ね、またぜひぜひね、こういう機会が、でも皆さん大変だと思うんですけれども、ヒデさん特に大変だと思うんですけど、いやいやいや、無事にこうやってね終わったらよかったです。これ、まあまあ、あの、一覧表が出てますけどね、あの、5月9日から15日まで1週間ね、連続で、本当に、まあ、途中はちょっとはこう、音声途切れたり、いろんなことは、もちろんライブ配信ですから、何度かんどはあってでもですね、結果オーライでしたよね、本当にこうやって最終までずっと、ね、本当に僕自身がもし寝込んでしまったらもう何もできないとかいうこともあるし、もう本当にね、あの、この一週間おかげさまで禁酒をさせていただいて、3キロ減量もできたというね。やってましたよね。そう、一石二鳥ですよ、もうなんかね。この機会なんていい、J マンウィークってなんていい期間だったのかというね、ダイエット期間にもなりましたしね、本当にね、ありがたかったと思います。うん、ありがとうございました。ご覧になっていただいた皆さんもね、そして多分これからまた見ていただける皆さんもね、たくさんいらっしゃると思います。これはあのアーカイブとしてずっとね、せっかくなので、あの、今年は2021年のこの J マンウィークでしたけども、まあね、今コロナ禍の中で、あの、考えた、まあ、キャンペーンでしたけども、またね、あの、本当にリアルな、いろんな大きなイベントも、やっぱり今までやってきてますんでね、そういう時にリアルにお会いできることがあったら嬉しいなと思って、まあ、この画面上で見ていただいている方でもね、またどっかでお会いできるかもわかりませんので、その時はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということでね、ちょっと思い出深い、一週間でございましたんで、ちょっと皆さんにもね、ここら辺で、その、一週間一緒に見ていない方もやっぱりいらっしゃると思いますんでね。ちょっとあの動画でですね、少し紹介をと思っています。ちょうどね、あと10分ありますんで、10分ほどの動画ですけどもね、せっかくなので見ていただけたらと思います。ということで、クリン、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまあ、動画を流しますんで、皆さん、懐かしみながら見ましょうということでよろしいでしょうかね。
はい、じゃあお願いします。さあその次がこれがまたパワフルって感じですね。この空気感がね、あのやっぱりね、Jマンにその応募してくる人たちっていうのはね、あの基本ができているっていう感じがすごくしますね。ウサギになりたくてというね、こうワクワクしてる声が聞こえてくるような、そういう作品がとっても多かったと思います。ワクワクするわね。もうここまでやるかっていうぐらいに、もうどこからどこまで手抜きなくやってるわけよ。このね、大盛り感が逆にその本当にシンプルに見えるんだっていうふうに非常にね、うん、あの気づきを与えてもらったなっていうふうに思います。うん、11作品送っていただいたんですね。それを一通りというか、はい、見ていただいています。私この子のファッション好きです。あ、この人のもすごい質感が出てて、あ、これも後で聞こうと思ってるんですけど、それでもう雨が止んだ瞬間にテントを外して撮った。こっちの左の斜め前から、はい、ストロボを当ててるんで、円形のお風呂に水をためて、はい、そこにブルーのバスクリーンを入れて、撮影ですごい追い込んでいってやってた時に、ちょっとヘアメイクチェンジっつって、そのヘアメイクのブースに行くじゃないですか。はい、その時ってモデルさんがちょっとホッとする場所なんですよね。その時に、はい、ヘアメイクさんがうまいことケアしてくれる。そこをもしカメラさんからしたら何かアドバイスを一つくれいただけるとしたら嬉しいんですけど。はい、一番大事なのはさっきも言いましたように、その気持ちの問題が一番大きいんですよね。そのやっぱり自信がある方っていうのは写真で撮ってもやっぱり綺麗に写るし、やっぱり不安にされてる方っていうのは写真で撮るとやっぱりあんまりいい表情にはなってこないので、自分は綺麗なんだよとか、そのモデルさんは美しいんだよっていうことを、言い聞かせて、それでカメラの前に立つと、やはりちょっと透け感がある肌ですので、まずラベンダー系だったり薄いピンク系、ちょっとブルベの薄いブルベのピンク色の肌、非常にこう白っぽくなりすぎないところがですね、これ非常にどなたにも使える。ファンデーションを仕込む前に、仕上げる前に下地でちょっと肌色をこう仕込むというんですかね、取ったらこうこうこうって作ってると、一番濃くが気になるところ、黄身が乱れているところはしっかりとクリクリとつけていただくとかですね、生チョコみたいな質感で取れるんですね。で、じゃあ液体のエマージョンコンパクトなのかなと思うと、つけるとパウダーみたいになります。ちょっとしっかりとした、もっとさらに濃いめのオレンジをですね、目尻に仕込んでいただいたりとかですね、03番なんですけど、ふわふわピーチっていう名前ですね伸ばしてもこう光をこう味方にこうつけてくれるっていう、こっちのグリーンがとっても可愛くって、つけるとアクセントがすごくなるので、例えばこういう色なんかもこの目尻にしっかりつけていただくと非常にこう、このコンシーラーは、そうですね、ぼかすしてもいいんですけど、結構実はこうタッピングすると綺麗に。印象というのは顔の造形と関係しています。この表は上に行けば行くほど若々しくなります。男性も同じように、それぞれ目の形とか眉毛とか一つ一つ形ごとにそれぞれプラス面とマイナス面があるんですよね。こういう色を使った方がいいよとか、あと着るものとか持ち物とか、こういうものを選ぶと、もともとねパーツが整っていたり大きい方は肌をきれいにしてあげるだけで印象というのがぐっと変わってまいります。しっかりと目元にポイントを持ってきて、私はできますよという顔を作ってまいります。かえって柔らかさもあるので、あんまり控えめにメイクをしてしまうと控えめすぎてしまうので、ちょっとインパクトを出しても大丈夫です。
元気はつらつな雰囲気を出したいときにはパーツを丸く作っていくといいので、眉を丸くしたり、顔の中に直線的なラインが多くなってしまうとちょっときつい印象というのが出てきてしまうので、やはりね、丸み、眉毛に丸みを持ってくる、そしてその眉毛の形をちゃんと見せていくことで堂々と華やかなものを身につけてくださいというふうに申し上げています。例えば舞台上ですと、まあ、照明当たったりとか、お客様がやはり近いところで会うわけですので、こういうところで観客席と舞台って3級2級1級そしてインストラクター検定というものがありまして、筆記試験は45分です、はい、仕上がりのテクニックですね、そちらの方を審査をしていくんですけども、ジェイマンのナチュラルメイクはこういうものですよ、ラインが出るような仕上がりにしてもらうっていう前提があります。メイク、例えばデザインをするときに色であったりとか形、質感、そういうものを絡めながら、何事もデザインにおいてはですね、必ず色と形と質感、例えば、まあ、軽い色ですよね、はい、柔らかい色に、例えばこの表の中に、まあ、どこに当てはまるか、目元であったりとかリップとかちょっとそれぞれ強くなると相手に伝わるイメージっていうのはね、結構ね固定化されてきます。リップを強くすると、まあ、女性らしさっていうものが強調されていきます。まずはこういうメイクのバランス、お顔の立ちで強くするとそういうイメージになりやすいというのを把握しておくと、やっぱり上手な方っていうのは5つのポイントを押さえてますね。まずはやっぱり質感という、先ほど言われた質感ですね、それからライン取り、色選びとかね、色のバランスとかで、グラデーションがやっぱり綺麗ですよね。で、最終的に今言われたこのバランスがあるっていうことで、肌質補正の方はこの3つ、こうやってねちょっと置いて、これを中心から外側になじませて、ワンプッシュ半ぐらい動かして、お皿になっているのでハイビジョンテレビカメラ対応、ここだけつけたのに顔が明るく見えます。これだけでもなんか今時感で、外側から口角まわり、おわんかね、このクリーマーシャドウでこのパープルを作るとしたら何色と何色を混ぜ合わせたら作れると思いますか？を混ぜて、はい、なりました。でもうアーティスティックです。塗りのアイシャドウにイエローを出して、なのでちょっとグロッシーな目元を仕上げたいときにはこのオイルです。オイルをつけて完成です。少し広い範囲につけてあげるといいと思います。はい、この後メイクベースをのせたいと思います。色素がないところなので少し濃いめのファンデーションを置いていきます。ですので、このぐらいのものを少しスパチュラで取っていき、ちゃんと置いてくる感じで埋めていってください。この後はほとんどお洋服汚すこともありませんし、シャワーを浴びることもできます。つけていきます。エアー出したままですっとこちらへ持ってきて重ねます。圧力を強くして吹きつけるとたくさん出るので早くカバーはできるんですけれども、ほぼカバーできましたね。はい、この上からお肌に近い色をのせていってカバーしていきます。いきなりブラシでドンとのせるよりは少し飛ばしながら広い範囲にのせるように、一箇所にたくさんではなくて広い範囲にのせるようにしてください。ほとんどタオルに移ることはありません。エアブラシだけで作られたんですね。これ10万対象だったので、もうトライ、挑戦という意味でエアブラシだけを活用してメイクアップするとかボディやるとかっ
ていうのをやって、衣装も全部同じ色にしたかったので、それがエアブラシだからできる。白いドレスをまあ色をつけていくことができるし、まあ、楽しめる部分なので、もっともっと自分はそれを楽しみたいなとも思ってます。これからはい、見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。小林照子先生から、はい、アーティストの皆さん、お疲れ様でした、本当にありがとうございましたということでね、来ていただきました。ありがとう。いやー、なんか無事に終われて、で僕にもご褒美の言葉を1週間続けてモデレーターとして完璧にやっていただき、皆さんに感謝いたします。うわー、嬉しい。嬉しい。いやいやいや、本当にね、もうそうなこともあったと思いますけどね、なんとかできましたね。1週間なんとかね、連続でできてよかったなと思います。素晴らしかった。まあ、本当に素晴らしい。皆さん、アーティストのね、面々の方々が本当に9時から1時、もう9時って言ったら9時にパシッとね、ライブをね、ずっとされてね、本当に無事に行けてよかったです。おかげです。はい、いえいえ。まあ、そういうことでね、J マン、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというね、この活動はですね、本当にずっと何十年も続けてやっております。理事長のね、小林照子先生のね、思いを引き継ぎながら、みんなね、ずっとこう、なんて言うんでしょう、メイクっていうのは世の中の人を、女性の方々に社会貢献できる力があるんだよっていうことでね、ずっとやってまいりました。で、メイクアップの啓蒙活動でずっとね、いろんなキャンペーンやってまいりましたし、で、今回まあこんなコロナ禍の中でもやっぱりメイクで笑顔を作れるとか、メイクで元気を作れるっていうね、そういうことで、シュンとならずにね、こんなオンラインの中でもいろんなことやっていこうよってことで、今回のこの J マンウィークになったわけですね。ですからね、皆さんね、メイク、マスクをしてるから、口紅塗ったらあかんとかって、そういうこと言わずにですね、西浦さんも言われてましたように、今はティントのリップとかいろんなものが出てきてるし、いろんなね、本当に情報にしっかりとですね、向き合ってね、情報を得ればね、本当にときめくものはいっぱいありますから、ぜひね、この J マンウィークの動画、ずっとアーカイブで残しますんで、YouTube に残しますんで、ぜひまたね、見てね、はい、復習をしておいてください。ということでね、はい、この辺では、なんか、妙に寂しい思いもあるんですけど、まあ、でもちょっと祝杯を入れるかなみたいな、ね、感じでね、はい、明日から乾杯って、ね、皆さんやりたいなと思います。はい、ね、ありがとうございました、はい、ということで。ありがとうございました。はい、岡田さんもね、なんかほっとしましたでしょ、最後の最後に車にね、ずっとね、はい。おかげさまでありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、この辺でね、本当に名残惜しいですけど終わらせていただきますけども、また、アーカイブのところ、概要欄のところにですね、いろんな情報、J マンの情報からアーティストの情報、すべてですね、アーカイブの YouTube のリンクも、いろいろとね、ご紹介をさせていただきますんで、またご覧になってない方いらっしゃいましたら、お友達とか、皆さんにね、シェアをしてあげてください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、久美子さん、何か一言ありますか？もう楽しくてワクワクした1週間でした。ね、ドキドキもしてたんですけども、でも楽しかったです。また何かさせていただけることがあれば、皆さんでやりたいですね。やりましょうね。はい、ということでありがとうございます。はい、はい、それではね、名残惜しいですけど、この辺で終わらせていただきます。土曜日の夜ですね、皆さんこれからね、サタデーナイト楽しんでください。それでは、はい、はい、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。